何があったかを視聴者の前で全て吐き出す。皆さんこんにちは、山本由伸です。今回はですね、プロを目指して頑張っている竹迫さんを招きまして、こういうことをしてはいけない、こういうことをすると筋肉がつかない、筋力が落ちてしまうということがありますので、それをちょっとですね注意したいと思いましてお呼びいたしました。まず筋力を落としてしまう一番の原因としましては、まず食事がちゃんとできていない、空腹時にトレーニングしてしまう。そのようにするとですね、血糖値が下がった状態で運動することになりますので、どんどん糖新生が起こる、そして筋グリコーゲン、肝グリコーゲンも分解されてしまう。そのような状態だと筋肉の合成も起こらないですし、筋肉の分解も進んでしまうということがあるんですが、そのあたりちゃんとできているでしょうか。ちゃんと朝ごはんから食べるようになりました。朝ごはんは今どのようなものを食べていますか。今は YouTubeでも発表しました、ステーキ 300g、 ナッツ 30g、 好きなだけのお米必ず食べてます。トレーニング前の食事としてはどうでしょう。トレーニング前が3時4時で鶏肉の 200g と卵2つ、あとお米食べ放題で、あとは7時にはなかったんですけど、6時7時ぐらいのタイミングで最近は羊羹を一応食べるようになりました。羊羹2つ食べて7時8時の間ぐらいでプロテインを飲んでトレーニングに向かってます。追加でコーラということでしょうか。まあそれだけ食べていればですね十分だと思うんですけれども、もしちゃんと食べられていないという方は筋肉増やすのにとても良くないですので、しっかり食べてトレーニングするようにしてください。そして体を回復させるということで、休養、あと睡眠なんですけれども、そのあたりいかがでしょうか。最近朝の3時4時に起きなきゃいけなくてちょっと眠いです。それはプロテインを飲むために、はい、ということでしょうか。プロテイン飲んですぐ眠れないって感じですか。寝てます。それでも眠い。最近は8時間ぐらいは一応合計で寝るようにしてます。そうですね、それぐらい眠れていればもう十分ということだと思いますので、眠いとしても日中もし眠いというのであれば、日中の過ごし方にもちょっと問題がある、うん、ということがありますので、できるだけですねカフェインですとか BCA とかもうまく使うことによって日中の覚醒レベルを上げる、起きている時にパシンと起きているようにする。起きている時に眠い状態だと睡眠がうまく深くならないんですね。起きている時にパシンって覚醒した状態の方が一気に眠りにつけますので、起きている時にうまくコーヒーですとか BCA、 そうしたものを使っていただければと思います。そしてあとはメンタル的なものも結構重要だと思うんですけれども、私よく言うのが神経質だとあまり良くない。例えばプロテイン飲むときに 20g ということでも、すり切り本当にぴったり 20g になるようにして飲むような人はあんまり大きくならないというようなことをお話してるんですけれども、そのあたりいかがでしょうか。雑ですね。基本すり切りじゃなくて山だと思ってこうやって入れてます。いいですね。適当にやってシャカシャカしてちょっとこぼすぐらいのですね、はい、人の方がバルクアップできると思いますので、そのあたりのですねあんまり神経質にならないということも大事ですので、そのあたりも皆さんしっかりと心がけるようにしてください。あとはメンタルといえば心の安定なんですけれども、そのあたりはですねどうでしょう。メンタル的な安定はできているでしょうか。多分大丈夫だと思います。大丈夫ですか。本当に大丈夫ですか。多分。あれ。はい、おそらく皆さん何か想像がついたかなと思うんですけれども、やっぱりメンタルが安定していない、悲しいことがある、悔しいことがある、怒り、そうしたものがありますとなかなかバルクアップできないです。そうした時にじゃあどうすればいいかということになりますと、吐き出すんですね。何があったかを視聴者の前で全て吐き出す。そうすることによって自分の中に鬱屈した溜まったものを出すことができる、そういうことがありますので、もし溜まっているものがあるのでしたら、ぜひ、視聴者の皆様にですね事細かにお話ししていただければと思います。皆さんいい声をしよう。あんまり細かくないんですけれども、私はですね現役時代うまくいかないこともあったんですが、逆にですねそういう時ってすごくパワーが出たんです私の場合。確かに、まあ、ちょっと人によってそのあたり捉え方が違うと思うんですけれども、前回190キロでですね6回だったベンチプレスが、まあ、ちょっと残念なことがあって、その時にですねその残念さを悲しみというより怒りに変えて、やったら200キロで6回上がったというですね、まあ、一気に10キロアップしたみたいな経験がありますので、そのあたりも悲しんで落ち込むのではなく、それを怒りに変える、怒りを出してアドレナリンに変えて、そしてトレーニングに結びつけていくというような感じでですね、うまく発想を転換していただければ皆さんのトレーニングの役に立てるかなと思います。じゃあ
ということですので、竹坂さんのですね、心の安定のためにもし立候補したいという方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントを入れていただければと思います。今日は僕の方から Q&A を拾ってきました。竹迫さんが今バルクアップと減量のサイクルに入ったという動画を見ました。私は50歳を超えているんですけど、私のような人間でも 10% のバルクアップと 5% 減量のサイクルはふさわしいでしょうか、理想的でしょうか、お答えくださいと。私もまず52歳になるんですけれども、実際にですね、食べる時期食べない時期を繰り返しています。ただ 10% バルクアップというのはちょっとやりすぎですね。何が目的かにもよるんですけれども、今ご質問いただいた方が50歳ということですけれども、例えば45歳まで何もしてなくて45歳から50歳今までトレーニングしてますという感じでしたら、まだまだ筋肉が発達します。そのような場合でしたら 10% 5% やってもいいと思います。ただ私がよく言うのは、かなり若い人向けのものですので 10% 5% といってもですね、50歳の方でしたらもう少し期間を長くして考えた方がいいかなと思います。例えば3ヶ月かけて 10%、 3ヶ月かけて 5% 減らすというような感じでいきますと、体への無理もないかなと思います。で、私の場合で言いますと、3週間もスキニーなんても食べて、次の3週間は糖質を減らすという感じでやっていきますと、かなり体調もいいですし、筋肉もしっかりキープできているということになりますので、そのあたりですね、目的に応じて長いスパンでの 5%、10% あるいは3週間ぐらいのカーボサイクルという感じで考えていただければと思います。はい、ということで皆さん、バルクアップ頑張りましょう。はい、今回は筋肉がうまくつかない時の対策、そして50歳を超えても 10%、5% のサイクルはうまくいくのかということについてお話ししました。高坂さん、もっと細かく話してくれというような方は、ぜひチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。いただいたコメントの中から今回のようにピックアップしてですね、お答えしていきますので、何かご質問のある方は気軽にコメントを入れていただければと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。